国における外資企業が続々と撤退に踏み切っているようです。記事によると、昨年隣国から撤収した外国人投資企業は173社であることが分かった。前年68社、比で3倍近く増えた。国会列法調査所が10日に出した報告書、国政間最終分析産業通商資源中小ベンチャー企業委員会によると、隣国から撤収した外国人投資企業は2016年68社、2017年80社、2018年68社、2019年173社だ。立法調査所が引用した産業研究員のイム・ウンジョン研究員の報告書、外国人投資企業の撤収決定要因とした点によると、撤収企業のうち日本企業が45社で最も多かった。イム・ウンジョン研究員は、日本企業の退去撤収は昨年の韓日関係悪化も影響を及ぼしたようだと述べた。日本に次いで米国35社、香港17社、ケイマン諸島10社、オランダ8社、バージン諸島8社、中国7社、シンガポール7社、ドイツ5社の順に多かった。産業別には、製造業 46.2%、卸小売業 13.3%、出版・放送通信・情報サービス業 8.1%、専門・科学・技術サービス業 7.5% など、製造業では、機械・装備 21.3%、電子部品 20%、自動車・トレーラー 10%、一次金属 8.8% など分野で撤収が多かった。立法調査所は、外国人投資企業の国内撤収は、関連の勤労者、企業、地域に衝撃を与えるため、撤収決定要因などに関する研究と、これに基づく政策的対応が必要だと指摘した。大嫌いな日本企業を、市民の努力で追い出しました。でも、まだこれからです。国内の日本企業がゼロになるまで頑張りましょう。リスクしかない隣国に未来を感じないし、それならベトナムや台湾に投資した方が有効的だし、まあこれからまだまだ増えるだろうね。日本企業が撤退するのは当たり前で、そちらも当然覚悟の上ですよね。他の日本企業も現金化される前に早く撤退した方がいいですよ。驚くような話ではないというか当然だろうな。むしろ未だ撤収しない企業があることに驚く。日本企業の撤退数が一番多かったようで、ノージャパン運動の成果が結果として現れたようですね。ただ、日本だけでなく、他国の企業も一緒に隣国離れが進んでいっているようですが、隣国における外資企業離れは、さらなる失業者を生み、国の税収をも減少させることにつながります。実際、新コロの影響もあるとは思いますが、13日、統計庁が発表した7月の雇用動向によると、先月の失業者数は、前年より4万1000人増えた113万8000人を記録したとのこと。失業者数を増加させ、さらに、失業給付という形で、国の財源を貪られ、ノージャパン運動が引き起こした一つの現実が、これから、さらなる悲劇をもたらさなければいいのですが。